どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、先日ね、こちらの動画で紹介させていただきましたけども、こちらのね、イディアっていうのがですね、外貨決済手数料は無料っていうことが分かってですね、非常にね、今お勧めさせていただいているプリペイドカードになるわけなんですけども、本日はですね、このね、イディア、リアルカード発行するのにお金がかかるんですよね。まあ、900円発行手数料かかるということで、まあ、前回の動画でもですね、 あの、紹介キャンペーンがね、定期的にやるんですよね、このイデアっていうのは。ですので、まあそれを待ってね、発行してくださいっていうね、話をさせていただいたんですけども、なんとですね、このね、紹介キャンペーンが先月あったんで、まあしばらくないのかな、なんていう風に思っておりましたらですね、本日からですね、今回は紹介キャンペーンではなくて、こちらね、リアルカード発行実質無料キャンペーンっていう、まあ同じようなね、まあ発行手数料無料でね、ゲットできるキャンペーンが来ましたので、 本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、こちらね、X の公式 Twitter、まあ、公式 X か。はい。っていう風になるわけなんですけども、えー、こちらね、先ほど、えー、発表されまして、 イディア感謝祭ということで、カード発行手数料無料キャンペーンが開始になります。で、期間がですね、2023年10月10日、本日からですね、10月の31日、23時59分までということでリア、期間中にね、リアルカード発行していただいて、入金2000円していただくとですね、このカード発行手数料、 900円がですね、実質無料になるキャンペーンをね、開始いたしますということで、この機会ね、リアルカードをお持ちでない方はぜひゲットしてくださいということで、このね、イディアっていうのはですね、アップルペイとかね、登録することができませんので、まあ、海外でね、利用する場合は物理カードがね、必須になるっていう風になるわけなんですけども、今回ね、実質無料でね、発行することができるって言いたがになるんですよね。 で、こちらはですね、キャンペーンの詳細になるわけなんですけども、え日頃からイデアをご利用いただいるユーザーの皆様に、新たにイデアで始める皆様のために、イデア感謝祭え、カード発行手数料無料キャンペーンを実施いたしますということで、本キャンペーンでは一定のキャンペーン条件を満たした場合、リアルカード発行手数料900円相当ボーナスとして付与いたします、え付与し、実質無料とさせていただきますということで、まあこちらね、まあイデアっていうのはプリペイドカードっていうふうになりますんで、まあ900円ね、チャージして、まあこの、 本来はね、このリアルカードを発行するわけなんですけども、 えー、この900円ね、チャージして発行していただくと、この900円分相当の、まあ、ボーナスがね、もらえるって言ったになります。で、キャンペーンのね、対象者なんですけども、リアルカード未発行、えー、既存及び新規ユーザーの方ということで、まあ、すでにね、リアルカード発行申し込みの方はね、キャンペーン対象外っていうふうになります。で、期間を先ほど言いましたんで,ですね。で、こちらね、キャンペーンの対象条件なんですけども、1、2、両方を満たした方ということで、え、イデアのリアルカードを発行してやって、合計2000円以上の 入金です、ね、これね後でチャージ方法でね、えー、お話しさせていただきますけどもクレジットカードからね2,000円以上チャージしていただければ OK って頂きになります。で12を満たす10万は問いませんということで先に2,000円 入金してから発行していただいても、発行してから2000チャージしても、OK っていった価になります。で、このね、ボーナス付与のタイミングなんですけども、2023年11月中旬頃に、イディアのアカウントに直接ボーナスとして付与いたしますということで、まあ、こういった形になります。で、注意事項として、リアルカード発行するにはね、本人確認が必要になるのと、本人確認手続きにはね、1、2営業日ほどね、かかるっていうふうになりますんで、まあ、混雑状況によりですね、時間がかかる場合があるということで で、まあ、早めに、ね、申しし込みしていいただければなぁと思います特にそれ以外はないですかね。はい。まあ、こういった形になっておりますので、リアルカード、ね、発行されてない方はですね、この機会に、ね、発行していただくのね非常にお勧めっていった味になります。でですね、このイディアっていうのはポイントサイトにね、案件があるんですよね。これね、あの、ポイントインカムのね、案件なんですけども、残念ながらね、ハピタスには案件はね、今ないんですよね。で ポイントインカムにはね、こちら経由して発行していただくと、850円ですね。で、条件がですね、次のページでこちらですね、新規アップインストール後、本人確認を完了し、2000以上の入金していただくと、このね、850円がね、もらえるっていうふうになりますんで、今回ね、実質無料キャンペーンやっておりますんで、まあ、850円儲かるっていうふうになりますんで、ぜひね、 これから発行される方は、ポイントインカム経由で、このイデアね、発行していただいて、2000円チャージしていただければな、なんていうふうに思います。で、 ポイントインカムのこの案件なんですけども、今、イディア自体でですね、こういったね、カード発行手数料無料キャンペーンをね、やっておりますので、もしかしたらね、このポイントインカムの案件自体も、速攻なくなってしまうかもしれませんので、もしね、発行されたいっていう方は、この動画見られたらですね、概要欄に載せておきますので、できるだけ早くね、発行していただければなと思います。で、今ね、私はあの iPhone なんでね、あの、iOS 版が出ておりますけれども、こちらね、 え、アンドロイド版もね、利用することもできますし、またね、このカード発行手数料無料キャンペーンとね、併用もすることができます。私、先ほどね、ちょっと妻のアカウントで、妻にね、突撃してもらったんですけれども、そしたらね、ちゃんとこの、あのー、カード発行手数料無料キャンペーンのバラちゃんと出ましたので、このね、ポイントサイト経由で、イデア発行していただければ、まあ、850円で、実質ね、あの、手数料無料でね、カードも作れるっていうふうになりますんで、ぜひね、 こちら、ポイントインカム経由でね、発行していただければな、なんていうふうに思います。これね、iOS って書いてある通り、あのね、スマートフォンのね、アプリなんで、あの、スマホでね、このポイントインカムにログインしないと、あの、このイディアのね、案件見れなくなっているっていう風になりますんで、この点はね、注意していただきたいなぁと思います。スマートフォンでね、ぜひアクセスしてください。で、またですね、ポイントサイト、ポイントインカムはですね、今ね、 ほたとも応援キャンペーンデラックスっていうのをやってるんですよね。で、今ね、このポイントインカムって、この定期的にね、このアマゾンギフト券もらえるキャンペーン、今2000円もらえるんですけども、定期的に1000円でね、キャンペーンやってるんですよね。なんですけども、えっ、ー、とね、何周年だったかなちょっと何周年だか忘れちゃったんですけども、今ね、キャンペーン強化しておりまして、 ポイントインカム新規で登録してポイント交換していただくと2000円のアマゾンギフト券がねもらえるっていう風になるんですよねですのでもしねポイントインカム登録してない方はですねこのタイミングでポイント インカーも登録していただいてポイントゲットしていただいてポイント交換していただくとね amazon ギフト券、ね、2000もらえるっていう風になりますんで登録されてない方はですね今がチャンスって言った形になりますでですねこのキャンペーンはポイントを獲得して交換しなきゃいけないですよねですので案件をこなさないとまあ、ポイントがもらえないっていう風になりますで、私の紹介コードを使うとね250円分のポイントが自動的にもらえるっていう風になっておりますんでまあ、紹介コードで登録していただいてなおかつですね こういったね、登録してね、お試し登録で200円とかね、こういった案件がちょこちょこあるんですよね。これ DMMTV ね、プレミアム会員登録で初回30日無料でね、利用することができるわけなんですけども、まあ無料でね、あの会員登録していただければ200円。こちら即もらえるっていうふうになりますんで、まあ450ポイントね、獲得していただいて、で、450ポイントね、獲得したらですね、これでね、NA マイルに交換していただければですね。 えー、ポイント交換できるっていう風になりますんで、まあ、それでね、アマゾンギフト券2000円ゲットっていったきになります。まあ、JAL マイルでも ANA マイルでもね、どっちでも OK です。まあ、交換レートがね、ちょっと悪いんで、まあ、できればね、もうちょっと案件をこなして、まあ、ドットマネー経由でね、ANA マイルとか JAL マイルとかね、T ポイント経由で交換していただくと、まあ、おすすめにはなるわけなんですけども、まあ、アマギフトだけ欲しいっていう方は、 私の紹介コードから URL 登録していただいて、DMMTV プレミアムね、会員登録、初回無料やっていただいて、ポイント交換していただければ、それだけでね、a z o n ギフト券2000もらえるっていうふうになりますんで、まあこんな簡単な作業はね、本当に、 ないと思いますんで、ぜひね、こちらも覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。で、またですね、ちょっと話ずれちゃうんですけども、で、このね、オリーブっていう三井住友銀行のオリーブありますよね。で、これね、今、カムトゥークーポンで出てるんですよね。多分今まででね、過去最高なんじゃないかな、なんていう風に思うんですけども、これね、今、1500円出ておりまして、案件がね、まあ、これで新規オリーブアカウントを発行していただくと、1500円獲得することができるんですよね。で、ここにカムトゥークーポン実施 ってて出ると思うんですけどもこのカムトゥークーポンって何ですかっていう話なんですけどもこのカムトゥークーポンっていうのはこのねトップ画面のこれですねカムトゥークーポンでこれですねこちらは2件利用していただくと、えー、この3500円35000ポイントまあこれすなわち3500円分なんですけどもまあこれがねもらえるっていう風になるんですよねですので今ねこのオリーブと もう一個案件こなしていただければ、3500ポイントがね、追加でもらえるっていう風になりますので、まあ、オリーブで1500ポイントで、このカムトゥークーポンで3500円分のポイントで、またね、B グループも1件利用しなきゃいけないんですけども、これもね、こういうニュースフォーウェブ、30日無料、これね、即追加のポイントで、まあ、60円分のポイントがもらえるわけなんですけども、このオリーブと、 このニュースフォーウェブとかね、ここら辺の会員登録とかね、まあこれ会員登録だけなんでこれでもいいと思うんですけども、まあこういったものをね、こなしていただければ、1500ポイントで3500ポイントもらえるって言い形になりますんで、合計ね、5000円分のポイントがもらえるっていうふうになるんですよね。で、またね、このオリーブ自体ね、紹介キャンペーンやってますんで、これもね、概要欄に載せておきますけども、エントリーしてね、1万円入金しておいていただくと、V ポイント1000ポイントもね、もらえるっていうふうになりますんで、 こちらね、全部で6000分のポイントがもらえるんですよね。で、またね、ポイントインカム新規の方はですね、このアマゾンギフト券2000分ももらえるっていうふうになりますんで、ポイントインカムね、新規の方でね、オリーブ利用できる方は8000分まで、ポイント、7000分かないや、8000分ですね。はい、あの、オリーブで1500、カムトゥークーポンで3500で5000ですよね。 で、こ、で、このキャンペーンで1000で、またね、アマゼンギフト券2000分もらえるっていう風になりますんで、合計8000分ぐらいもね、まあ、もらえるっていう風になりますんで、これね、めちゃくちゃお得っていう風になりますんで、ちょっと話脱線しちゃったんですけども、ちょっと細かい話でね、先週話そうと思ったらですね、このオリーブのね、あの、案件がね、えっと、金曜日まででね、終わる予定だったんですけども、延長されておりますんで、 ぜひね、オリーブ利用してない方はですね、このカムトゥークーポンね、利用していただければなぁと思います。で、利用方法なんですけども、参加するっていうのはね、このポイント数の下にありますので、こちらで確実にね、エントリーしていただいて、案件をね、A と B 利用していただくっていった鉢になります。で、クーポンはですね、両方のね、広告が、えー、承認になった時点でクーポンを確認、獲得っていう風になりますんで、獲得していただくとですね、このね、マイページのところからこのクーポンが獲得できて、これを使用するって押すと、このね ね、クーポン分のね。ポイントがもらえるっていう風になりますんで、この点もね覚えておいていただきたいな。なんていう風に思います。ということでちょっとね。話はずれてしまったんですけども、イデアの方にね話をね。戻していきたいな。なんていう風に思います。まあ、ここからはですね。前回の動画のね。あのおさらいみたいな感じになるんですけども、このイデアっていうのはですね。年間。 え、2%のボーナスがね、もらえる、え、プリペイドカードっていう風になってるんですよね。で、手数料無料でね、入金することができるっていった形になります。で、プリペイドカードということで、ビザの国産ブランドで、え、タッチ決済とかもね、対応しているプリペイドカードっていう風になります。で、このね2、2%のボーナスね、気になる方がね、いらっしゃると思うんですけども、まこちらはね、あの、やりたい方向けっていう風になります。前回の動画でもね、言いましたけども、このね、イデアっていうのはですね、年間2%のボーナスがね、 もらえるえプリペイドカードっていう風になりますんで、まあ、運用していくとですねこの毎月500円もらえるようなねシステムも、まあ、組むことはできるんですよねですけども入金額は最終的に出金できないんですよねですので毎月500円もらう方法だとねまあ,あのイディアのね残高に30万入れとかなきゃいけなかったりするんですよねですのでまあ こういった仕組みを組んだとしても、最終的にね、この入金したお金は出金することができないっていうふうになりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。ですので、まあ、やりたい人向けていたがちになりまして、前提条件と運用方法ということで、こちらね、30万円の残高ずっと入れっぱなしにしといていただいてですね、またね、 普段決済利用しないで2%のボーナスの獲得のみだけ行っていただいて常に30万円を残高キープしていただきます。で、毎月ね、2500円出し入れしていただくと、毎月ね、500円のボーナスがね、獲得することができるっていった味になります。まあ、計算方法とかね、気になる方は、まあ、ここら辺ね、チェックしていただければな、なんていうふうに思うんですけども、毎月ね、2500円出し入れですね、入金して出勤ですね、していただくと、毎月500円のね、ボーナスが獲得することが できますでやり方としては、まあ、常に30万円キープしていただいて、えー、毎月1日にですね、まあ、こういったものクレジットカードから2500円ねイデアにチャージしていただいてでまたねイデアから2500円ね B4 さんとかにチャージしていただいたり。 イデアとペイペイね紐づけてて2500円分使っいいただいただりまあ、どっちでもいいんですけども、まあ、常にね、この30万円のね残高をキープして、えー、毎月1日にですね、2500円チャージして、えー、2500円ね、使っていただければ、毎月ね、500円のボーナスがね、獲得することができるって言いたちになります。まあ、もしね、これやるんだったら、まあ、B4 さんね、 手数料無料でね、このプリペ発行できますんで、まあきっちりね、チャージすることができますんで、これもね、概要欄に載せておきますんで、まあ、ビヨンさんの方がね、まあ簡単に利用することができるのではないのかな、なんていうふうに。 思います。まあ、こういった感じでね、システムを組むことができますので、まあ、利用したい方はですね、えー、利用してみていただければな、なんていうふうに思います。これで100万円までとかね、上げると、1600円とかね、毎月もらうような、ね、システムを組むことができるんですけども、まあ、とはいえね、あの、入金した金額は最終的に出金できないんでね、まあ、やりたい人向けになるかな、なんていうふうに思います。それではね、前回もやりましたけども、このイディアっていうのはですね、クレジットカードからチャージすることができるんですよね。で、 えー、ビザマスター JCB、JCB もできたと思うんですけども、アメックスからもね、チャージすることができるっていうふうになっておりまして、まあ今回ね、2000円チャージしていただくと、手数料無料でね、発行することができて、ポイントサイトのね、案件自体もそれでクリアすることができます。で、アメックスからのね、決済収容にも、このイディアっていうのはね、お勧めできるっていうふうになっておりまして、このアメックスから、えー、直接チャージしてしまうとね、えー、ポイント還元率ね、今年の何月だったかにね、0、えー、になってしまいましたので、還元はないんですよね。 ですけどもこのキャッシュをね、挟むことによって、アメックスのポイントがね、半分取れるっていう風になりますので、もしアメックスでチャージされる方は、キャッシュにチャージしていただいて、キャッシュからイディアにね、チャージしていただければなぁと思います。リアルカード発行手数料無料キャンペーンがね、ありますので、ひとまず2000まではね、絶対チャージしていただいて、まあ、その後はね、お好みでって言った形になります。 前回の動画でね、話した通り、外科決済手数料はね、えー、無料で利用することができるっていう風になっておりますんで、まあこれがね、本当に強いですよね。このね、外科決済手数料っていうのはですね、まあ今まではですね、このね、レボリュートが非常にお勧めされてたわけなんですけども、まあちょっと前にですね、今年の長さだったかな、4月だぐらいだったと思いますけども、このチャージ手数料っていうのはですね、クレジットカードにはね、えー 導入されちゃったんですよね。ですので、カードでチャージしてしまうと、1.7%のね、チャージ手数料、1万円チャージすると170円ね、追加でかかってきてしまうっていう風になりますんで、このね、レボリュート自体はですね、まだね、ATM で、えー、無料会員でもね、月2万5千円まで、えー、無料で発行、あの、出勤することができるっていう風になっておりますんで、レボリュート自体はね、まだ使い道はね、非常にあるわけなんですけども、 でもですね、クレジットカードからチャージするっていうのは、もうね、利用することができない。まあ、もったいないっていうふうになりますんでね。もし利用するとしたら、銀行からね、チャージしていただいて、まあ、それでね、ATM でね、現金出金するときに、まあ、使っていただくって言ったがちになります。ですので、まあ、お店でね、海外のお店でか、外貨決済手数料をね、無料で利用されたいっていう方は、今後はね、イデアで決済していただいて、まあ、利用していただくのがね、おすすめっていたがちになります。イデアだったらね、チャージ手数料がかからないっていうふうになり ありますのでまたねアメックスのポイントも、えー、取れるっていう風になりますんでねこのね直接チャージでね0.5取れたらね ここ挟まなくていいんでね、非常に楽だったんですけどもえ、残念ながらね、イデアのね、チャージは0ポイントっていう風になってしまいましたので、まあもしね、利用される方はこういったね、ルートで利用していただければなぁと思います。で、このね、キャッシュ欲しい方はですね、概要欄にね、えー、こちらもコード載せておきますんで、そちらで入会していただくと、発行手数料分のね、ポイントが実質無料でね、発行することができるっていう風になりますんで、もし欲しい方はですね、そちらもね、ぜひチェックしていただければなぁと思います。 ということで、今回ですね、このね、ヒデアが手数料発行無料キャンペーンね、開始いたしましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、非常にいいですね。まさかね、こんな早く来ると思っておりませんでしたので、まあ前回の動画でね、 次ね、紹介キャンペーンが来たら、ね、発行しますみたいな方もね、いらっしゃいましたので、ぜひね、今回、え実質手数料無料でね、まあ、あの、紹介キャンペーンと本当に同じようなね、感じで、えー、今回のキャンペーンね、利用することができるっていう風になりますんで、もしね、イデアのリアルカード発行されてないですよっていう方は、ぜひね、発行してみていただければな、なんていう風に思います。ということで、今回の動画はね、 こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。